Truckers X TV on air。We are now live in 3, 2, 1。おお、ステファニー、逃がしはしないよ。僕はステファニーなんかじゃありませんって。っていうか、なんで全裸なんですか。当たってます。オワリさんのスペシャルシークレットポイントが思いっきり僕に当たってますから。みんな、そろそろ朝ごはんを。ほわわわーい。うわ、これはないわ。朝から気持ち悪いものを見せないでほしいわね。おやおや、レイジ君、世界さん、昨日はお楽しみだったようだね。そうだわ、記念写真を撮らなくっちゃね。ジャッジメントセブンの夏の合宿の記念だもの。後で現像してレーナの仏壇にも備えなくっちゃ。違うんです、これは誤解なんです。レイジ、やはり運命からは逃れられなかったようだな。これから女子は着替えタイムだから、この襖を開けたらマジで殺すから。さあ、ちゃっちゃと着替えを終わらせるわよ。わかったのだ。水着になって早く海に行くのだ。ちょっと待って、ユーナ、あんたその水着にしたの？そうだよ。おかしいかも。まあいいわ、あんたがそれでいいって言うならね。それにしても言うの、あなたって本当に胸が大きいのね。その水着にちゃんと収まるのかしら。ちょっときついかも。激しく動くとね、おっぱいがはみ出そうになるんだ。ユーナのおっぱいが飛び出すとこ見てみたいのだ。きっとすごい迫力なのだ。浅野のやつめ、俺があの程度の忠告で引き下がる男だと思ったのか。やっぱりさん、さすがにそれはまずいですって。犯罪ですよ。レジ君、男ならたとえダメだと分かっていてもやらねばならない時がある。それが今だ。何気にかっこいいこと言ってますけど、それ間違ってますから。
絶対今じゃないですから、うん、イルカさんもオワリさんを止めてください。レイジー、諦めるのだ。これもまた七つ星目視録に記された。運命を覆すことは誰にもできる。さあレイジ君、しっかりと見るのだ、この世の天国をな。今の会話がフェイントだっただと？あんたの考えることなんてお見通しよ。だから一芝居打たせてもらったわ。女性の着替えを覗こうなんて最低ね。最低の変態トリオね。いやいや、イルカさんと違って僕はちゃんと止めようとしてましたよ。自分だけ罪を逃れようとするとは、レイジ、情けないぞ。浅野さんたちも、襖のすぐ向こうにいたなら、僕の声も聞こえてましたよね。そうだね。レイジ君、ちゃんと止めようとしてくれてたよ。でも、襖が開いた瞬間の、あなたの困ったようで、それでいて少し嬉しそうな顔は忘れられないわ。そう、死ぬまで忘れないでしょう。そうそう、ラッキーって顔してたもんね。とにかく男どもはさっさと着替えてビーチの場所取りでもしてなさい。ちゃんと民宿を出ていくまでここから見張ってるから。ターニャは着替えが終わってるからレイジたちと一緒に行くのだ。仕方ない、言われた通り水着に着替えてビーチの場所取りでもしていようかね。そうするなり。待ちに待った海なのだ。ターニャ、思いっきり遊ぶのだ。よし、じゃあ行こうか。はい。海なのだ。さっきはオワリさんのせいでひどい目に遭いましたよ。少しは反省してくださいよね。楽しかっただろう。ああいったハプニングもまた合宿の醍醐味ではないか。ところでオワリさん、なんで水着じゃなくてふんどしなんですか？やはり日本男児たるもの、海に入るときはふんどしじゃないとね。なかなかにぎわってますね。夏休みだから当然であろう。それでもそれなりに急いできたんだからね。
ユーノはスクール水着着用とはツボを抑えまくりなり。海水浴場であえてスクール水着、しかしその下に隠されているのは類まれなるダイナマイトな爆乳ボディ。素晴らしい、素晴らしいぞユーノ。俺はジャッジメントセブンの代表であることを誇りに思うよ。どの水着にしようか迷ったんだけど、昔の水着は胸のところがきつかったから結局これになっちゃった。おかしいかなって思ったけど、気に入ってもらえたならよかったな。ちょっとレイジ、あんたユーナの胸ばっか見てない？そんなことありませんよ。ところで夏美さんはもしかして民宿に残ったとかですか？まあ夏美ならありえるだろうね。夏美先生の場合、合宿に来ただけでも奇跡であろう。いるわよ。なっちゃん、隠れてないで出ておいでよ。無理よ。もうしょうがないな。えい。うわっ、クロテッシュ、セクシーバージョンで降臨なり、ついに先生の時が来たのか。アメッド鐘を鳴らす時は今。ふむふむ、やはり夏美のブラでも十分にエックスカリバーは生成できたようだね。俺の目に狂いはなかったか。ちょっと、あまり変な目で見ないでよ。警察呼ぶわよ。なっちゃん可愛いよね。ああ、ユーノもなっちゃんと一緒に新しい水着を買えばよかったかな。いや、むしろそれ以上の水着はないだろう。ユーノの場合はな。レイジ君もそう思うだろう。そうですね、夏美さんもユーノさんもとても似合ってると思いますよ。まさに二人はこのビーチに舞い降りたセクシー戦士なり。ターニャもいい感じだと思うのだ。何よ、ユーノと夏美ばっかり褒めちゃってさ。浅野さんだって水着なんですけどね。そうだな、うん、いいぞ浅野。浅野よ、お前の勇気は称賛に値するぞ。あんたたち、私のことバカにしてるでしょ。もういいわよ。レイジ、あんたはどう？私の水着に感激してくれるわよね。はい、感激しました。よく似合ってると思いますよ。それに結局パッドは入れなかったんですね。いや、それが悪いって言ってるんじゃありません。むしろ自分を偽らない浅野さんの潔さ、すごくいいと思います。え？パッド入れてるわよ、このバカ。水増ししてそれなんですか？水増し言うな。夏美、笑ったでしょ今。何よその勝ち誇ったような胸は。っていうか、いつも基地に引きこもってるだけなのに、なんでそんな大きくなるのよ。それってすっごくずるくない？そんなこと私に言われても困るわ。それに改めてそんなこと言われたらなんだか恥ずかしくなってきたじゃない。
やっぱり普通の服に着替えてこようかしら。そんなもったいない。もったいない。そうです、もったいないですよ。せっかく似合ってるんですから、そのままでいいと思います。とても素敵ですから。素敵ってそんな、はい、まあ、あなたがそう言うのなら無理した甲斐があったかもしれないわね。まだしばらくはこのままでいることにするわ。ありがとうございます。なっちゃんの水着はユウナと一緒に選んだんだよね。あ、もしかして一昨日ロックスで会ったのって。そうそう、あの時に買ったんだね、えなっちゃん。そうね、水着なんて生まれて初めて買ったわ。正直あんたが水着を着るなんて思ってもなかったわ。部屋で突然あんたが着替え出した時は夢でも見てるんじゃないかと思ったわよ。あんた本当に夏美なの？なんか変なものでも食べたりした？それにしてもなっちゃんのお肌は白いし、髪の毛もツヤツヤの美人さんなんだね。いつもと違う格好のなっちゃんを見るだけでユウナはうっとりしちゃうよ。そうかしら、自分ではよくわからないけれど。ありがとうユウナ。でもこの髪に関して言えば少し困っているのよ。洗うのも乾かすのも大変だし、そもそも絵を描くときに引っかかって邪魔なのよね。いっそのことあなたみたいに短くしようかしら。それはもったいないよ。せっかくそんな綺麗な黒髪なんだから。髪は女の命なんだから大事にしないとだよ。レイジ君も髪の毛の長いなっちゃんの方がいいよね。まあそうですね、僕もどちらかといえば髪が長い女性が好きかもしれないですし。そう、別にあなたの趣味なんてどうでもいいけれど。でもまあしばらくは伸ばしておこうかしら。レイジ君は髪の毛の長い女の子が好きだったんだね。あー、ユーナさんの髪型も素敵ですから。とても個性的でいかにもユーナさんって感じで、すごくいいと思いますよ。ありがとう、レイジ君。長話はおしまいにするのだ。レイジ、早く遊びに行くのだ。ちょっと待ちなさい。レイジは私に泳ぎを教えてくれる約束だったでしょ。だったらユーナもレイジ君と遊びたいな。だってほら同じバイト同士だから。レイジ、あなたがどうしてもって言うなら少しぐらいなら一緒に過ごしてあげなくもないわ。おやおや、レイジ君大人気だね。よし、だったらここはレイジ君本人に誰と過ごすのかを決めてもらおうじゃないか。レイジ君、一体誰と遊びたいんだい？もちろん、俺やイルカを選んでくれても構わないよ。レイジ、ターニャと遊ぶのだ。レイジ、約束したんだからね。
ちゃんと私に泳ぎを教えなさいよ。ユーナ、デイジ君とやりたいことがあるんだ。別に選ばれたって嬉しくはないけれど、でも選んでくれても別に構わないわ。我が輩を選べ、レイジーよ。我が輩が持つスーパースイミングスキルの真髄、お前に伝授してやろうぞ。レイジ君、一緒に水着美女の探索でもしようじゃないか。じゃあ浅野さんで。そうよ、それでいいのよ。ま、考えてみれば当然よね。だって出発前から約束してたんだし。でも答えるのに時間かかりすぎじゃない？っていうか、誰を選ぶとかになる前にあんたから私を誘うのが礼儀でしょうが。あ、もしかしてユーノや夏美の水着姿に惑わされたんじゃないでしょうね。そうなの？そうなのね。なんかムカつく。まあ仕方ないかな。最初からそういう約束だったもんね。約束を破るのは良くないのだ。タニャ、我慢するのだ。夏美さん、いいでしょうか。いいって、どうして私にそんなことを聞くのよ。いえ、せっかく夏美さんが水着まで来て僕のことを誘ってくれたのに、その期待に応えられないんで。あなたバカじゃないの？別にあなたのために水着を着たんじゃないわ。勘違いもいいところよ。というか自意識過剰だわ。それにあなたは浅野に泳ぎを教えるべきだと思うわ。せめて泳げるようになって少しでも残念度合いが減ればいいって本気で願うもの。ちょっと、さりげなく私のことディスらないでよ。浅野、我が弟子であるレイジーからしっかりと学ぶのだぞ。それでも足りぬ時は遠慮なく我が輩を頼るがいい。レイジ君、浅野の水泳のコーチしっかり頼んだよ。大変だとは思うがね。何ですか今の間は。なんか怖いですって。よし、じゃあしばらくは自由行動にしようじゃないか。2時間ほど経ったらまたここに集合しよう。昼飯にするからね。ユーノ、一緒に砂のお城を作るのだ。うん、わかったよ。すっごく大きいの作っちゃおうね。なっちゃんはどうする？一緒にお城作る？さすがにそれは遠慮しておくわ。目立ちすぎるもの。私はのんびりとビーチを散歩でもしてみるわ。我が輩は一人大会へと泳ぎ出ることとしようぞ。俺はセクシーな水着美女でも眺めて楽しもうかね。さあレイジ、海に行くわよ。たっぷりコーチしてもらうんだから。もし集合時間までに私を泳げるようにできなかったら、その時は鉄拳制裁だから覚悟しなさいよね。とりあえずバタ足から始めてみましょうか。
え？バタ足？それって海に入らないとできないんじゃないの？それはそうでしょう。陸でやってる人を僕は見たことがありません。待ちなさいよ。私のこと置いていかないで。浅野さん、しっかりしてくださいよ。泳ぎを習いたいんですよね。当たり前よ。そのために海に入ったんだから。でもこのままじゃ泳ぐどころじゃありませんよ。せめてもう少し深いところに行かないと。それともやっぱりやめますか？そうな場所まで連れてって。わかりました。あの、浅野さん、いつまでそうしてるんですか？絶対に私から離れないでよ。お願いだからね。ね、ね。それじゃあここで練習を始めましょうか。さっきも言ったようにバタ足からです。僕が手を握ってますから、浅野さんはバタ足をしてください。絶対に手を離さないって約束してくれる？はい、約束しますから。浅野さん、それじゃあ水しぶきが上がるだけですよ。次はもっと水の中で足を動かすようイメージしてください。言わないでよ。こっちはこれでも必死なんだから。じゃあ次は息継ぎの練習ですね。苦しくなったら立ち上がらず、顔を上げて息を吸ってください。そんな高等技術絶対無理よ。大丈夫です。僕の顔を見上げる感じでやってください。父の顔を見上げる感じね。分かったわよ。いい感じです、浅野さん。じゃあもう少し深いところに行ってみましょうか。足がつかないとこはまだ無理よ。分かってます。いきなりそんな無茶はさせませんから。浅野さん、落ち着いてください。
もう足がつくところまで戻ったから大丈夫です。浅野さん、胸が顔に当たってるんです。どうせ洗濯板みたいな胸だって思ったんでしょ。はい、ゴリゴリして痛かったとか、顔が削れそうだったとか、そんなこと思ったんでしょ。そんなことありませんよ。そうじゃなかったからこそ僕だって慌てたんですから。え、その見かけよりもずっと柔らかかったから、こっちとしてもいろいろと困ってしまって。この変態変態変態レジ。すみませんでした。まったく、油断も隙もあったもんじゃないわよ。やっぱりあんた、オワリとずっと一緒にいたせいで変態菌が移ったんじゃないの。でもそっか、私の胸がマシュマロみたいに柔らかかったのでね。いえ、そこまでは言ってないんですけどね。さ、レイジ、練習の続きよ。また怖くなったらあんたに抱きついてあげるから感謝しなさいよね。じゃ、練習はこれで終わりってことで。え？どうしてよ。だって浅野さん、泳げるようになったじゃないですか。無事に泳げるようになったし、みんなを探して合流しませんか。待って、まだよ。ほら、背泳ぎをまだ教えてもらってないじゃない。背泳ぎは教えられませんよ。授業で習うには習いましたけど、まっすぐに進めないお粗末な出来ですし。じゃあバタフライとかは。もっと無理です。だったら一緒に練習すればいいわ。とりあえず背泳ぎからね。それでもし私の方が上手に泳げるようになったら、今度は私があんたの水泳のコーチをしてあげるわよ。それはまあありがたいですけど、でもいいんですか。こんな短時間で泳げるようになったってみんなに自慢できるいいチャンスですよ。それはそうかもしれないけどさ、でも私はまだレイジと一緒に。この分からずや。とにかく私はまだまだ泳ぎの練習をしたいの。レイジ、シノゴの言わずに付き合いなさい。